皆様、おつつつつつ、お疲れ様です。舞です。動画のご視聴、誠にありがとうございます。今日も楽しくオリエンタルカディアやっていきましょう。本日解説をさせていただきますのは、公式 X、オリアカ公式 X の方から、昨日ですね、超気鋭、それから超音の性能が発表されましたので、それについてですね、見ていきたいと思います。また、実装されたら、まず私はこんな編成作るかなというのも含めてですね、お伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。改めまして皆様お疲れ様です。本題に入っていく前にですね、1点だけ皆様に注意事項、もう毎回話していることなんですが、火炎ゲーム市内のところにチェックをしていきましょう。これをするにチェックをしてしまうとですね、明日実装されてすぐ使いたいなということでキャラを集めても UR に覚醒することができなくなってしまいますので、ご注意ください。それでは2人の、性能の解説をしていくんですけれども、 Twitter 公式 X から発表された文章を読んでですね、私結論から今回お伝えさせていただきます。超キエはですね、めちゃくちゃ火力があるんだけど癖が強いねっていう武将ですね。で、何が足りないかっていうと、手数が圧倒的に足りない。火力に関しては申し分なし、めちゃくちゃ強い武将だなと思うのと、あと食英雄へのですね、食編成への、メタレル性能、これから説明していくんですけども、通常攻撃に対して非面できるっていうことですね。漢方が通常攻撃バカ強い武将になっておりますので、一番に置いたりとかですね、超気鋭を一番攻撃力が高い武将として持ってきて編成をすることで食英雄への対策ができる。これがめちゃくちゃ熱いなっていうので感じました。ただ火力はあるんだけども癖が強い、手数が少ないみたいな印象でしたね。ただ、超キエはですね、超ネがいないと輝かない性能かと私は思います。超ネの方は超キエをめちゃくちゃ使いやすくする、そしてですね、汎用性がめちゃくちゃ高い、そして回復能力だったりとかですね、味方の気力回復の補助なんかもしてくれますので、超キエだけ使うっていうことは絶対にないなということで思いました。逆に超ネだけ使うっていうことはあるかなっていう、今後出てくるかなっていうことで思いますが、今現在の職に対抗できる編成を作るとしたら、この2体を揃えていかなきゃいけないというですね、私の結論となりますので、獲得の仕方としましては、まず1つ目の案がですね、両方貫突にするというものですね。で、2つ目の案は、超ネをまったり育てていくというような形となっております。超気鋭だけ貫突にいきなりしちゃうっていうのだけはですね、やめた方がいいかなというような印象ですね。ただ、ヒッポーありますか？皆様、ヒッポーを持ってますか？これ通常攻撃がめちゃくちゃ大事になってくる英雄になりますので、通常攻撃の火力めちゃくちゃ上げてくれるヒッポーがですね、新しい新女子パには結構必須レベルでないといけないかなというような印象でもあります。なので私がですね、ヒッポーもないしっていう、私はヒッポーよりも6色を絶対先に優先して取れっていうことでですね、皆様にお伝えをさせていただいておりますので、ヒッポーも強いんですけど、6色の方が奇策チャレンジとかそういう部分で活用できる場面が多いので、6色から取れということで案内はさせていただいてますが、ヒッポーが育ってないし、どっちかしか貫突できないくらいのチケットしかないということであればですね、私は復刻なんかも今後出てきますので、スルーでもいいんじゃないかなというような形で、考えております。じゃないとですね、両方育てないで使ったとしても今の食英雄食編成には勝てないというのが私考えておりますので、どうでしょうか皆様狙いに行きますか？スルーでもいいと思いますよ。両方私は貫突にします。で、ヒッポも持ってますって言ったらめちゃくちゃおすすめなんですけど、そうじゃヒッポもないしということだったら、スルーも一つの手かなって思います。それではここからはですね、個別に英雄性能を見ていきたいと思います。まず超気鋭からですね、見た目いいですよね。見た目丸、超気鋭は召喚物を中心にする火力型の英雄、主に召喚物を通じて火力を出します。また超気鋭自身の気力値保有量に即して召喚物のダメージ係数が決められるので、気力値を上限まで保有している超気鋭の召喚物は高い会心ダメージを出せます。そのため超気鋭にとって気力値が非常に重要ですとなっておりますね。で、気力値が上がるほど通常攻撃のダメージが伸びていくみたいなところはなんとなく脅威に似てますよね。隊列の絆見ていきましょう。
腸内と共に出陣すると腸器への召喚物による通常攻撃の最終量ダメージが 20% 上昇、召喚を発動する前の間、召喚物の追撃による通常攻撃は蓄勢の関連効果を触発可能となっておりますね。まだこの時点だとなんかイメージ湧かないですよね。まあ、召喚物っていうものがいつ発動されるのかっていうのがですね、まだこれ全部通して読んでみても結構謎なんですよね。味方が撃破された時に召喚物がそこの位置にですね加わるのかみたいな感じでイメージしてたんですけれども、なんかですね最終的に読んでみると、ちょっと違うのかなみたいな感じで思うところもありました。続いては気力の部分ですね。長期へは気力攻撃を使用不可、自身と敬礼が通常攻撃時、自身が保有する記録値100点につき、この攻撃の最終会心率が 5% と会心ダメージ 10% 上昇、1000点だったら会心ダメージ 100% 上昇、記録値の上限っていうのは2000点となっておりますので、最終的にはですね会心ダメージ 200% 上昇、最終会心率、これは普通の会心率じゃなくて最終会心率、もっと大切なものです。それがですね 100% 上昇、上限まで記録を貯めたらこれくらいの強さになってくるわけですね。それから木刀って読むんでしょうか、木図か、祈祷か、祈祷でもいいですけど、防御型の敬礼スキルがあり、パッシブスキルを触発できる、召喚時に長期への 100% のステータスを所持しているシールド受け継ぎ、通常攻撃ダメージ係数は攻撃力の 100% をかつ非撃者のシールドが、効果1個を長期へに移り、記録攻撃で自身の HP の 50% を回復、最大 HP の 30% 分のシールドを獲得となっております。続いてデイドウ、デイドウは突発型の、敬礼スキルがあり、パッシブスキルも、触発できる。スキルがありっていうのはどういうことなの、記録攻撃を打つということなのかな。この辺もですね使ってみないとまあ分かんないなって感じですね。パッシブスキルも触発できて、召喚時に長期への 100% のステータスと所持しているシールドを受け継ぎ、通常攻撃ダメージ係数は攻撃力の 150% 割合に応じて非撃者の最終量ダメージ増加 10% を盗み取り、いやここ強いですよね。気力攻撃で前衛に 132% のダメージを与え、そして通常攻撃を1回追加となっております。星3、任意の敬礼を召喚する前、通常攻撃で木刀と泥道を命令し、それぞれ対象に対してって、ここがですね私を迷わせているところです。味方が撃破されたところに、前衛が撃破されたら、木刀、後衛が撃破されたら泥道っていうイメージだったんですけど、私をですね混乱させているのはこの星3の効果だったと思います。召喚する前なんですよね。任意の前例を召喚する前に通常攻撃で木刀と泥道を命令し、それぞれ対象に対して攻撃力の、通常攻撃を1回発動させて、相応な通常攻撃の特殊効果も触発しとなりますね。どうなんでしょうか。長期への通常攻撃ダメージ係数の補正も受けるとなっておりますので、長期が記録値がたまるほど、この通常攻撃も増えていくみたいなイメージです。星5、任意の味方前衛が撃破されるとき、もしその位置に、深淵の火、これは朱雀の効果ですね、いない場合、その位置に木刀召喚、味方全体に対して最大 HP の 20% を回復、発動上限1回、 UR1 の効果。任意の味方後衛が撃破されるとき、もし該当位置に深淵の火がいない場合、この位置に泥道を召喚、味方全体に最大 HP の 20% を回復、発動上限が1回となっております。星5と UR1 はそれぞれ召喚するよという能力ですね。で UR3、 自身が後衛にいる場合、泥道による最終量ダメージが 50% 上昇、自身が前衛にいる場合、自身と、木刀の最終被ダメージ軽減が 30% 上昇するとなっております。どっちで使っても強いですね。泥道と木図による通常攻撃はさらに対象の記録値を300点吸収、召喚される前は長期鋭が記録値を吸収する。 UR5、 初めて召喚する前、 UR5 の効果、ここがですね私熱いなと思ったところなんですけど、初めて召喚する前、自身は突き飛ばし以外の支配デバフと通常攻撃に対して免疫を持ち、ここがですね、ショックキラーになるんですよね。
いやー、漢光が、めちゃくちゃ通常攻撃の係数も高くて強い武将ですよね。その漢光の通常攻撃も免疫を持ちということで、他は両毛か、両毛も上風波浪中、通常攻撃効かない武将ですけれども、上風波浪中とかそういったのもなくですね、この超騎兵に関しては通常攻撃効かないということで、ここがめちゃくちゃ熱いなーということで思います。すべての被ダメージ量を 30% 軽減、任意の敬礼を召喚した後、護霊を獲得する。護霊はですね、自身は単体攻撃の優先対象にならない、戦闘終了まで持続となっております。いやー、どうですか、火力がなんとなく高そうだなっていうのはありましたけれども、召喚する前ってどうなのっていう、星さんのここですね、召喚する前の、通常攻撃で木図と霊道命令しっていう、ここだけですね、謎が解ければいいなとは思うんですけども、まあとにかく火力が高そうっていうのはイメージつきますよね。で、この気力値がめちゃくちゃ大事になってくる武将なんですけども、それをですね、補助したりとか通常攻撃の頻度を上げてくれる武将っていうのが、この後紹介させていただく、超ネイになっております。じゃあ超ネイの方行きましょう。続いて超ネイ。超ネイは女子パーティーにとって全能型のサポーターであり、余ダメージの上昇、非ダメージ軽減、デバフ解除、 HP 回復、気力回復能力を備えています。また超ネイの進化は気力攻撃にありますので、超ネイの気力攻撃の頻度を上げれば上げるほど価値を発揮できますとなっております。隊列の絆。女性英雄3名以上出陣する場合、超ネイの弱体化耐性 50% 上昇、自身が通常攻撃時、味方女性英雄全員に対して所持するデバフを1個解除。これがいいですよね。これ強いですよね。通常攻撃、しかも結構多く打てるようにしてくれる能力がありますので、デバフの解除1ターンに何回もできるのかなということで期待をしております。命中した敵の弱体化耐性と弱体化成功率を 20% 低下、上限が3回となっております。続いて気力攻撃。気力攻撃は味方全体を回復、回復量は超ネイの攻撃量の 60% 分。これ細分機と比べてどうですか。細分機の方が少ない、多い、どっちだっけ、40何パーセントだっけな。全体 60% っていうのは強い部類なんですかね。カダも、カダは何パーセントだっけパーセント覚えてないですね、回復の方は。女性英雄が次に通常攻撃を発動後、さらに気力値150点と、最大 HP の 10% を回復する。いや、いいですね。最大 HP の 10% って聞いて思い浮かぶことって言ったらですね、やっぱり SP 損傷庫ですよね。 SP 損傷庫は味方女性英雄が最大 HP の 10% の回復を受けた時に気力回復をしてくれたかと、何かいいことを起こしてくれたと思いますので、SP 損傷庫とですね、めちゃくちゃ相性がいいですよね。続いて星さん、気力攻撃は英雄全員に蓄勢を8回付与する。蓄勢状態の味方英雄は通常攻撃後、味方全員に対して所持する蓄勢を1回上風に変換するとなっております。上風に転換ということで、これ蓄勢が消去されたっていう扱いに多分なるんだと思うんですよね。蓄勢の能力から言っていきます。上限が8回、このバフ1回につき気力攻撃被ダメージ軽減と弱体化成功率が 5% 上昇、戦闘終了まで持続なので 40% か。上風、こちらも8回が上限、このバフ1回につき通常攻撃余ダメージ増加と反射被ダメージ軽減が 5% 上昇、まあ、こちらも 40% ですね、戦闘終了まで持続となっております。このですね、星5、次星5いきます。2位の味方英雄が蓄勢バフを失った後、直ちに通常攻撃を1回発動。これはですね、誰がってなりますよね。通常攻撃をした時に味方女性英雄のデバフを解除してくれる、この超ネイがですね、通常攻撃をしてもいいんですけど、できたらですね、先ほど説明させていただいた通常攻撃バカ強い武将の超キエがですね、通常攻撃を打ってくれるようなムーブで、あれあれっていう感じですね。この攻撃に防御力無視と HP 吸収力 50% 上昇する効果を追加。この文章を見るとですね、しっかり火力も出してねっていう文章に見えますよね。なのでこの文章の全体を見るとですね、こう通常攻撃をしてくれるのは蓄勢が付与されて解除された武将が、そういう攻撃をしてくれるっていう感じで、ニュアンスで私は捉えているんですけれども、まあ、そっちじゃないとあんまり強い編成にはならないかなっていうような感じです。
やっぱり超騎兵だったりとか他の武将の、通常攻撃の回数を上げてくれるっていう部分がないとちょっと微妙な編成かなっていう感じで思います。続いて UR1 見ていきましょう。気力攻撃で味方英雄に蓄勢を付与する前に必ず蓄勢を解除するいやーとなっております。なので6回蓄勢が解除されるわけですよね。そうなった時に長寧が6回通常攻撃を打つって考えにくいですもんね。なのでどうなんでしょうか。どうなんですか。気力攻撃は味方全体に蓄勢を付与するものなんですけど、まあ、その2回目の気力攻撃では必ず蓄勢を解除で、蓄勢が8回、溜まっている時にもう1回長寧が打ったらどうなります。どうなりますってどうなります。8回の通常攻撃になるのかとか、その辺のですね、まあ、1回の通常攻撃が8回分の火力になるのかとかですね、その辺もちょっと分かんないですよね。蓄勢を8回解除されてるわけですよね。その辺がいっぺんに敵へのダメージとなるとしたらとんでもない火力になるっていうのはですね、皆様、容易に想像できるかと思います。この辺がですね1回解除扱いになるのか、1個の蓄勢でも8個の蓄勢でも、解除された時どうなんだみたいな感じですね。まあ、言葉足らずで分かんないんだよな、オリアカ。続いて UR3、毎ターン味方女性英雄が初めて気力攻撃を発動時弱体化成功率 50% 上昇、治癒率が 100% 上昇、初めて通常攻撃を発動後最終被ダメージ 30% 軽減、ターン終了まで持続となっております。続いて UR5、味方女性英雄が通常攻撃後もし蓄勢が所持していない場合 80% の確率で、こう 100% でもいいよ、蓄勢を4回獲得する。味方女性英雄が最大 HP 5% を超える、HP 回復効果を受けるたびに、通常攻撃による最終余ダメージが 5% 上昇、戦闘終了まで持続となっているんですが、まあ、言葉足らずな解説いつも今まで出しておりますので、これもですね、まあ、上限あるのかというのめちゃくちゃ気になりますよね。で、通常攻撃が多い編成が、この長寧を組むことでですね、仕上がるわけですよね。誰が通常攻撃を打つのかとかですね、その辺の疑問はあるんですけれども、まず言えることは通常攻撃が多く打てる編成になるっていうのがまず大前提の、話になりますので、それはですね間違いなくそうなりますので、そうなった時に通常攻撃が多い編成だとすれば、まあ、例えばバウン力とか持ってきたら面白いんじゃないかなみたいな形で思いますね。この通常攻撃による最終余ダメージっていう部分はバウン力は関わってこない、バウン力は通常攻撃を打てない英雄なんでですね、ここの恩恵っていうのはバウン力一切ないんですけども、なんだっけ、3人をこう砲雷でしたっけ、3人をバシッと追撃をしてくれた時に味方の回復なんかもしてくれますよね。その味方の回復と今回宝物で出てきたですね、回復を受けた時に最大 HP の何パーセント分の回復量追加するみたいなありますよね。ああいうのも組み合わせてもし使えたらですね、上級者の方、使えたとしたら、すごい回復量になる、そしてすごい回復力になるということは、気力値がいっぱい溜まるみたいな、SP 損傷後の能力でですね回復した時の気力値いっぱい溜まるみたいなことも起こり得るかなみたいなのもありますので、なんかすごくいいですよね。めっちゃいい編成がなんかできそうかなというような形です。あくまで両方貫突に、長騎兵も長寧も両方貫突にしていった時にですね、結構強い編成できんじゃないかなということで、感じております。それではですね、最後に、こんな編成作ったらいいんじゃないかっていうのをですね、一つお伝えをさせていただいて動画を終わりたいと思います。それでは最後にですね、テンプレ編成ということで紹介をさせていただきます。まずここの宿友と猛角のところがですね、長騎兵それから長寧だと思ってください。長騎兵は、通常攻撃罷免してくれますので、その隣に置くといいかなと思うのは法令損傷校ですね。法令損傷校は、飛翔ということで奇数ターンに関しては通常攻撃、食らいませんというか、まあ、隣がターゲットになりますので、その通常攻撃に関して罷免できる、宿友じゃなくて超騎兵をですね、ここ一番の位置に置いて、運用するのがいいのかなということで思っております。で、この編成で何がしたいかというとですね、なるべく早く、気力を、貯めていきたい、気力を回したいということで編成を組んでおりますので、諸葛火だったりとか、流行角火も入れております。
諸葛化を入れてですね、記録を早く回せるようにすることで、長期泳に関しては、記録値に応じて火力が伸びていく武将となりますので火力が上がる、それから、手数、味方全体の手数、通常攻撃を多くしてくれるということですね、蓄勢を付与させるために、記録攻撃を打てるようにということで、猛角の位置にいるのが、長寧になります。で、先ほど紹介させていただいた通り、霊獣に関してはやはりですね、使っていくといいのかなと思うのが、通常攻撃の、火力を上げてくれるですね、ヒッポを使っていくのもいいのかなということで思います。またはですね、一番強い攻撃力を砲霊損傷光にしてですね、通常攻撃を打つたびにこの前例の攻撃力アップ効果っていうのは薄れていくんですよね。なんでそこまで相性がいいか、梅との相性がすごくいいかって言われたらですね、この編成はそんな良くないんですけども、砲霊損傷光だったら結構いいんじゃないかということでですね、一番攻撃力の高い武将は砲霊損傷光で、受け流して、その通常攻撃は、超奇鋭が受けるみたいなムーブですね。続いてはこんな編成どうでしょうっていうのがですね、ここ、今流行りのですね、長光と観光、長宝と観光入れちゃいましょう。入れて、こんな編成どうでしょうかということですね。砲霊損傷光はそのまま入るという流れでですね、作っております。どうでしょう、通常攻撃強いよパーティーみたいな感じですねとにかく通常攻撃、それかですね、先ほどこんな編成いいんじゃねえかということでですね、やっぱり砲霊損傷光を使いたいですよね。そうなってくると砲霊損傷光の絆のバウン力使えませんでした。バウン力の砲雷なんでしたっけ、ちょっと砲雷で、敵にですね、手数の多い、通常攻撃の手数が多いからみたいな感じで言ったんですけども、それちょっと砲霊損傷光とは一緒に使えなかったですね。申し訳ございませんでした。続いてはこんな編成ですね、どうでしょうか。それから最後にですね、もう一つ、テンプレに近いような形なんですが、これはどうでしょうかということで、長寧を、使っている編成となるとですね、味方の通常攻撃の手数が爆上がりしてくれるんですよね。で、味方が通常攻撃を打った時に回復してくれる武将っていうのが、ホレンシですよね。ホレンシを、HP の 7% かな、回復をしてくれます。で、75% の確率で最大 HP の 7.5% を回復、通常攻撃を打つたびに回復をしてくれます。なので この観光を外してですね、観光を外しの細分キーレのみたいな感じで、こんな感じの編成もまた一つですね、面白いんじゃないかということで考えております。どうでしょうか。で、回復をした時にですね、ただ回復してデバフを解除してくれるっていう役割だけじゃなくなってきますよね。長寧だったりとか、長寧の効果で、味方が回復を受けた時にですね、火力を上げてくれる、通常攻撃のダメージを上げてくれるみたいな、効果もありましたので、通常攻撃を打つ、回復をしながらなおかつ、火力、最終余ダメージなど通常攻撃の余ダメージも上げていくみたいな編成で、組んでおります。もしよろしければですね、皆様使ってみてください。最後に紹介したこの編成をですね、まず私はちょっと使ってみたいなみたいな感じでですね、考えております。汎用性が高いというか、テンプレ的でおすすめなのが最初に、紹介させていただいた、ものとなりますが、ホレンシどうでしょうかということですね。どうですかね。それから、私は貫突してないんでダメですが、貫突していればですね、味方の単体攻撃の火力を上げてくれたりとか、そういったのしますので、長飛絆は関羽とかで使っていくのも面白いんじゃないかということで思います。ということで、明日が楽しみですね。また明日、時間があれば、配信をさせていただきます。3月忙しいですよね。送別会シーズンとかいろいろありますけれども、皆様、体調とかですね、花粉症とか大丈夫でしょうか。いやー
ということで動画終わりたいと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。長い動画ですいませんでした。また見てね。